ちょっとお邪魔します。あ、焼肉も、はい、出前もできます。やえ、あ、簡単な丼ぶりものとか。快速すら止まらない中庄駅でも結構栄えてるんですよ。今日は中庄駅に来ました。地元なんですけど、以前もね行った場所に今日は行こうかなと思います。まあでも学生の街中庄ですからね。で今日はね中庄駅から降りてすぐの場所にあります、ローソンがある場所に、まあカレー屋さんあったりとか、その先にカフェかな、カフェあったり、焼肉屋さんがあったりする中で、ちょっとこっち側かな、以前もお邪魔したんですけど、こんなところにあるのかという感じに思うかもしれません。サムネイルからして、ちょっとね明かりが、ネオンがオープンと書かれたところに今日のお店があるんですけど、ぱっと見なんかウエスタンチックなお店かなと思うんですけど、ちょっと今日はねキャッスルロックというお店に、お邪魔しようかなと思います。ちょっとね大人な雰囲気のお店というか、なんかステーキがね出てきそうな、そんななんかまったりというか変わった雰囲気なんですけど、ちょっとお邪魔します。ちょっと落ち着いた雰囲気のお店です。こっちの席で大丈夫ですか？はい、あ、よろしくお願いします、はい、ちょっと今日ね、秋っぽい感じのカクテルをいただこうかなと思うんですけど、ちょうど秋風とかそのブルーを使ったフレッシュを使ったカクテルは、じゃあ、ね、これはシェイクするんですか？ちょっとそっちとなんかおつまみみたいなのを、シブドウがどれ、枝付け節ブドウ、あ、なるほど、はい、じゃあこれと、あ、焼肉も、はい、出前もできます。あ、簡単な丼ぶりものとか、もうこの価格で、はい、そうです。すぐそこから焼肉翔さん、おなんかまたこれも焼肉のメニューネタがいただけるバーってことですよね。そうです。面白いですね。じゃあどうしようかな、ホルモン炒めいけます？ホルモン炒めが塩と、味噌と辛口でいけるんですか？辛口で、はい、分かりました。バーで頼んでいいのかな。じゃあそれでよろしくお願いします。ちょっとね、ダーツ台ね、ダーツライブ3っていう、ちょっと見えるかな、結構新しい台なのと、まあなんかいろいろとおしゃれなものがいっぱいあります。中庄でこういうおしゃれなバーないですよね、はい、でこっちのちょっとボックス席というかゆっくり座れるシートがあります。
ね、うちもダーツがあったり、まあ、ちょっと本当に落ち着いたバーかなと思います。あと梅酒とこれがマティーニ、秋の桜ですか。はい、コスモス。あ、コスモス。あ、なるほど。コスモスっていう漢字で当てたってことですよね。では早速いただきます。で、ホルモン炒めが来ました。こちら。ちょっと暗くてね、申し訳ないんですけど、非常に香ばしいというか、焼肉屋さんのホルモンという感じのホルモンの香りがします。じゃあちょっと長くなりましたけど、ちょっといただきます。あ、なんかブドウのような、ブドウ入れましたっけ。タピオカを絞って、あ、下でやってたんですね。レシピを絞っていろいろ混ぜたんですけど、純粋に素材の味が生かされてますね。はい、これはもともとネタとして存在するんですか。あ、そうです。フルーツを使ったカクテルブックというのがあって、その中で紹介されてる。ああ、なるほど。めっちゃ多いのは。時間をかけて飲みたくなります。いきます。あ、うまっ。ビール後で頼んでいいですか。この横で三島さんがライトを持ってライトを持っていやー、そこまでやってくれるマスターです。あ、うまいです。どうもありがとうございました、はい、で続いて目の前に来たのが干しぶどうですね。あ、でもこれ干しぶどういいですね、はい。デコレーションに干しボードをつけてたんですよ。うーん、確かに。まあ地元なんですけど、まあ地元の方ですね。 YouTube やられてる地元の方がおられまして、こちらチャンネルあるらしいんで、バイカーね、バイカーというかオフロードのハードエンデュード、ハードエンデュード、ハードエンデュードルというちょっと申し訳ちゃんと言えてないですけど、まあ要はバイク好きな人はもしかしたら興味あるかもしれないっていうことですよね。どうしようかな。なんか僕は焼き、さ
さっき行かれた焼肉屋さん の、はい、あの出前を頼んだんですよ、はい、でちょっと本当にホルモンの何でしたっけ、ホルモン焼きでしたっけ、はい、あのだからビールはビールがコロナ島モルツ生ビール、あ生で鍋で、はい、もうシンプルにいきましょう。三島さんに質問してもいいですか。はい、僕はすごい、まあ、何度か聞いたことはあるんですけど、あのなんでこの中小の駅前というかこの中小にこういう素敵なバーを作ったんですか。もともと10代からバーテンダー始めて、で初めて店長になったのが中小地区だったんですよ、はい、そこで10年あの店長させてもらって、やっぱり馴染みがある町だったので、ほう、はい、それで中小であの店をやりたいなと、ほう、気持ちがあったのでここでお店を開いた次第です。もともとはなんか県北の方の、そうです、あの真庭市出身 で、はい、でバーテンダーになるためにあのこっちの倉敷の方まで出てきたんですけど、当時は県北にはバーが一軒もなかったんですよね。当時はってことですか。はい、はい、今現在は津山の方に何軒もお店はできたんですけど、はい、もう28年前は一軒もなく、それであの倉敷の方のお店に、修行に入ったという感じです。まあ、その恩返しじゃないですけど、まあ、こう地元の中小で、そうですね、ということですよね、はい、でまあ、学生の街であるし、はい、飲む場所が限られてくるので、まあ、こういう素敵なバーを出されてるということですよね、はい、でも本当にあの僕もマニアすごい好きなんですよ。 ありがとうございます。あと勝山、勝山です、ね、はい、もう伝統的な、そうですね、城下町なので石畳ののれんのね、ですよね、武家、はい、屋敷とかですですね、だから僕も勝山結構行くんですけど、ご飯食べに行ったりとか、はい、富士食堂ですかね、富士食堂ですか、あまたマニアックなとこですね。そうですね、はい、あそこも僕よく行って、 すごいあそこのおかみさんとかね、店主の方とか、はい、すごいいい方で、本当に三島さんみたいなすごい優しい方で三島さんまだ丼みたいなの行きますかね。行きます、クッパで、はい、じゃあお願いします、はい、クッパ、お待たせしました。ちょっとね、食べたくなるこのあれなんですよね。ちょっといただこうかな。どうぞ。なんかバーでクッパ食えるってなんか、そうなんですよ、神的な、うん、いただきます。うん、うまっ。焼肉屋のクッパです ね、うん、700円ですもんね。600円ですか、はい、あでもそのバー価格として考えたらカクテルより安いですもんね。なんかすごいなと、ね、あそこの店がコスパでいいんですよ、はい、でいいお肉を出して、そして、高食品ですかね、普通の量の 1.5 倍から 1.2 倍ぐらい、はい、なるほど、なので、中野でもちょっと多めっていうことで、うん、ちょっとやっぱ学生の街だけにちょっとボリューミーが、うん、うまっ。なんか三島さんがすごい推してるやつを、まあ、小樽にフェリーで着いて、これ三島さんが、はい、はい、旅日記みたいな、旅のマップですか、これは。で、通った道を赤い線で、これ全部行かれたんですか。そうです、なぞってるんですけど、で小樽からスタートして日本最北端宗谷岬、あ、はい、なんでここまで来たんですか、岡山から。舞鶴からフェリーでバイクを積んで、そこから上陸して、上陸して小樽に上陸して、こう350キロあるんですけど、1日でバンって行って、1日でここまで行ったんですか、はい、で、稚内で一泊したんですよね。そんなに行けるもんなんですか。ね、北海道の道はすごいまっすぐで走りやすいので、はい、もうこの辺の道と違ってすごい疲れないですよね、何百キロ走っても。もう あれですか、イメージ的にはもうなんか
アメリカの砂漠じゃないですけど、それをスーッと行くような感じですか。はい、なるほど。ただあの海からの風がやっぱすごかったですね、はい、あそのタイミングによってはぐらついくっていうか、バイク荷物も大きいのでハンドル取られたりとかもあったんですけど、でも比較的走りやすくて、はい、海岸線はすごい良かったですね。サッシにしたんですよね。あパラパラっと、はい、あ先ほど言ってたまっすぐの道ですね、はい、これは国立公園の道なんですけど、これは自分あの作ってもらえるやつなんですか、はい、どっかの、そうです、簡単に、はい、ネットで画像を送ればすぐ作ってもらえる、あ、はい、まあ、ちょっと触りだけですけど、はい、これは売ってたりするんですか、三島さんの。僕のなんか売ってはないです。ああ、はい、もうなんかそう売ってるような感じのの、はい、こういう感じで綺麗に作ってくれる、はい、こういう小冊子に作ってもらえる。三島さんがこれでシマウマプリントっていうところでやられて、はい、およそ800円これが、そうですね、このサイズが、はい、800いくらでしたね。じゃあなんかちょっとアルバムじゃないですけど、なんかそれに近い形でなんか本というか、そう、そうそう、これもそうなんですけど、これ大きいサイズ1200円ぐらいですか。これも1000円ぐらいかな、1000円ちょっとぐらい。あ、よし、どうもありがとうございます。お疲れ様でした、三沢さん。気をつけて。ありがとうございます、はい、結構本当にお腹いっぱいになりましたけど、3500円ぐらいかな、まあ、ちょっと週一度かな、まあ、月一度の贅沢、落ち着いた空間でね、ゆっくり飲めるので、何時なのか、3時ぐらいまでやってるのかな、はい、ぜひ行ってみてください。三島さんいろいろ知ってるので、まあ、美味しいお店とか、ツーリングじゃないですけどドライブスポットとか知ってるので、ぜひ行ってみてください。ちょっと電車がね来るので、はい、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。